ステップ3岩と桟橋の作成 c r e a t ィ i n g Rocks and Landing フォルダーの定義済 e ビュー h Me v i 5.4.1を選択します Mesh ツール並びにお気に入りパレットの Mesh03 を選択しますラベルの指示通りに6個の岩を作成します スラブツール並びにお気に入りパレットのスラブ07を選択して桟橋を配置します。これらの岩に対して行わなければならないことがあと一つだけあります。岩の高さの変更です。定義済みビュー5.4.3を選択します。シフトキーを押しながら ラベル矢印が示す岩の一つをクリックして岩を選択します上部高さをラベルテキストが示す数値に設定します高さの設定は情報ボックスの高さフィールドを使って行います同じ要領でラベルのついた6個の岩全ての高さを設定していきます